ライフニュースマイクラ試食の女性記者、蓬莱ライフが役立たずな装置をご紹介。というわけで、本日は、鶏貫通壁です。さて、気になる壁裏の構造はこんな感じ。この極めてシンプルな装置に対して、適切な距離と角度で卵を投げ込めば、鶏が壁を貫通するのでした。それでは、階段の壁をガラスに置き換えて、真横から鶏の様子を見ていきましょう。こうして見ると一目瞭然、壁にめり込む形で誕生した鶏が、続けざまに飛んでくる卵に弾き飛ばされて、壁の裏側の地面にたどり着いているのがわかりますね。しかし、皆様もお気づきかもしれませんが、この装置、卵も貫通しているようなのです。ですので、もっと試行錯誤を繰り返せば、完全に卵を貫通させることもできるかもしれませんので、もしよろしければ、皆様もご挑戦くださいませ。ホライフニューストピックスでした。ご視聴、ありがとうございました。